終わった。あのアランさんに勝てた。あの時は勝てる気すらしなかったのに。俺がアランさんを、そして世界4強、俺がやったぞー、この野郎。まさか、俺はここまで来た。不動の成績を誇るつくよみ白鵬、指揮棟や。俺はあんたたちに挑戦状を今ここに叩きつけてやる。天の絵に続いてアランも倒したか。いいぜ、あさってもお前のところの資格を倒して決勝に行ってやる。ソフィアか、あの監獄島の石津姫と呼ばれた地球防衛軍でも名高い問題児。若い隊長たち全員かなわなかった。誰もが認めるつわもの。あさって相手に不足なしだ。パト、ここまで来たのね。たった1年で。たった1年だったが、パトにとっては多くの挫折や成長を繰り返してきた1年だったんだろうな。トウヤ、次はあなたがパトのところに行けるか、試されるわよ。実際に戦った私だから言える。セッカは強い。現役時代の私も超えてる。トウヤでも苦戦するわよ、セッカには。そうか、それはいいことを聞いた。親として、一部闘家として、セッカとの試合を純粋に楽しもう。ふふ、今ならいけるかも。パト選手、意気込みをどうぞ。俺が世界を取る。今見てる世界全体に見せてやるよ。世界最強の世代交代の時を。明後日を楽しみにしてろ世界。俺の名前を覚えて今日は寝ろ。俺がパトだ。二つ目は新世代の最強って名前に変えとけ。うめえ。オッケー、じゃあ明後日のテロップはそうしとくね。アランにかけて頂点になってるな。これは後から来るんだよな。面白いからいいけど。パト選手、意気込みありがとうございました。本日最後の第4試合は30分後、今の間に手元のジャンクフードとコーラを補充しとけ。激動だったな。新世代の最強様、さすが最強様。まだ最強じゃないのにフライングで最強と言い切ってしまうところ、従属の私も見習わないといけないな。絶対に真似できないからな。うるさいよ。俺もなんであんなこと言ったんだ。これがランナーズハイ的なやつか。かっこよかったですよ。世界に勝利宣言なんてなかなかできない体験ですよ。ああ、俺は世界全体に黒歴史をばらまいてしまった。これで優勝できなかったら負けた次の日からネットのおもちゃにされるんだ。こなこと、何よさっきのスピーチは。なんであそこで私の名前でないのよ。私がお父さんに負けるとでも思ってんの。いや、一応現段階で成績残してる二人に宣戦布告した方がかっこいいかなって。それもそうね。そう考えたら私もそうするわ。それにしてもかっこいいスピーチを。これは私もお父さん倒して世界最強って宣言したいわね。その場合どっちかは準決勝で負けてすごく悲惨なことになりません。ありがとうベル。今日ベルと訓練したおかげで戦いの立ち回り方がうまくできた気がするよ。うん、気のせいだと思う。正直、私の求めることが全然できてないから。もともとの力で勝っただけだと思う。マジか、って厳しいな。新世代の最強様でも課題はいっぱいあるのだな。いっそ殺せ。それかさっきまで生き力らしてた俺を殴ってきてくれ。まあ最強様よ。最強様が深手を追っているのにここに来やしないバカ天使を待とうじゃないか。第6部隊幹部、全員負けちゃったわね。アラン、どうだった？パト選手は強かった。強かった。半年前とは状況が違っていた。俺がパトを追う側に回ることの方が多かった。それにしてはすっきりしてるような顔してるのね。1年前はあんなに悔しそうだったのに。悔しいさ、俺の証明したい夢がまた遠のいたんだからな。だけど思ったんだ、あいつはおそらく死ぬほど努力したんだろうなって。それで報われて俺をも超えたんだとしたらさ、俺の理想を体現したってことになんのかなってさ。そうかもね。少なくともあの子たちは私たちと戦ったから世界への意識が変わったと私は思うわ。なら悔しいけど応援してやらないとなって。今はそう思ってる。いいじゃない。でも次に向けてまた頑張るんでしょ。ああ、今度は俺がパトを超えないといけないからな。あいつは頂上決戦の舞台に立った。本当の戦いはここからだ。何せ天の絵隊長やバハート、ファルドラや俺ですら初戦はベスト4止まり、その先の舞台には誰も踏み入れたことがないからな。そうね、せっかくアランを倒したのだから今回は監獄島メンバー全員でパトとソフィアの応援をしましょう。そうだな、これは最終日まで帰れないな、イアン。そうね、今日はビリアンも加えて3人で飲み会しましょ。めったにできることじゃないんだし。それもそうだな、俺もたまにはガス抜きしてみるのもいいかもな。いやね、私が付き合ってあげるわよ。ちょんと行こうじゃない。若いっていいもんだな。目標を夢中で追いかける。俺も一度アランとぶつかったことがあったが今の若者には頭が上がらない。もう世代交代なのかもな。俺も天の絵ももう次の世代に委ねないといけねえのかもな。
年を取るのは嫌なもんだな。はは。つくより先輩、どうや先輩、俺はあなたたち二人が羨ましいです。どうやったらあなたたちみたいにみんなの前に立てますか？強さや信念を貫き通すことができるのですか？まだ開始まで数十分あるのにずっとそこにいるのね。考えを整理したいんだ。この舞台で石化と戦う、その意味を噛み締めながらな。そうね、まさか一番最初にあなたのところに来たのがあの石化、だからね。ああ、だからこそ考えるんだ。俺と同じ歩み方をしてきたからこそなおさら。な。ごめんなさい、主様のところに行くのすっかり忘れてたよ。おいおい見える、回復することくらいしか能がない。お前が主様の回復を怠ったらただのコスプレ天使だぞ。ドキッとした天使だよ。でも今回の件はちょっと言い訳させてほしいかも。そうだな、わかるぞ。新世代の最強、と名乗るなら大怪我するなってことだろ。それは私も同意だ、笑っていいぞ。そうじゃないよ。エミエルの魂が直せないの。ぬいぐるみを咲いたら直せるけど次は元に戻せないから直した魂が漏れて消えちゃうかもしれないんだよ。マジか、どうにかならないの。私が知ってるのはミガドルエデンにいる職人さんかな。え、またあの世界に行けと。しかもこんな疲れ切ってる状態で、嘘だろ。でもエミエルがこのままだと。心配で心配で。はぁ、わかった。石化の試合が終わってからだ。直すのはいいがどうやって直すのだ。その職人とやらを現実世界に連れてくるには契約が必要になるが、今の主様的にキャパシティが持たない上に、相手次第では勝てないと思うのだがな。ミエル、まずどんな職人を呼ぶつもりだ。でかいでん、テラスオールレイ、のレス、ドローって職人だけど。知らんな、そもそも壊す側だからな、直すとか作るとか興味ないんだった。そもそもなければあるやつから奪えばいいだけだしな。どこのガキ大将だよ、お前は。とりあえず石化のところに戻るよ。その後すぐにミガドルエデンに行くからそれまで待ってて。うん、とりあえずどこにでも出張できてくれるから、今のうちに連絡しておくね。ああ、そのぬいぐるみが現実世界産のものじゃなかったらそのままミガドルエデンに置いておけたのだがな。半分はネルのせいなんだけどね。なんというか、せっかくアランさんを倒してベスト4に入ったのにあんまりみんなからの賛辞がないんだよな。褒められたいよな、たまには。アランさんの守る攻撃、あれは私たちみたいに能力で武器を生成する人全員にできる手っ取り早いカウンター。簡単そうでなかなか思いつかない発想だわ。メリアちゃんもそんなこと教えてくれなかったし、さすがは隊長、その技術私も参考にさせてもらうわ。メリアちゃん、アドバイスはないの？トウヤさんは基礎がこの星で一番できています。つまり堅実ゆえに攻守ともに盤石、中途半端な技は意味をなしませんよ。それに石化ちゃんにとって一番相性の悪い相手でもあります。指揮系の能力は貫通されるでしょう。原子も相手が能力使わずにオーラだけで石化ちゃんを仕留める技量があればあまり意味をなしません。で、私が勝てる要素は？能力という強力なアドバンテージを奪ってるんですよ。どんなに基礎ができていても石化ちゃんの全力に応えるのは至難の業。徹底的にゴリ押してください。その徹底的なゴリ押しに対して涼しい顔でボコボコにしたメリアちゃんだよのね。私は強いですからね、ペスチン。そうね、あのメリアちゃんと戦った後だもん。正直どんなにお父さんが強くてもひるまないわ。さあ、手に汗握る本日ラストバトル、そしてなんと親子対決。娘側は試合終わりに DV として裁判できるように書類用意しておきました。なになに、気にしないで、私の分を取りに行ったついでだから。本気で訴えるつもりなのね、シェーンさん。ステージは氷の大地、この二人が最大限まで戦えるステージをと思い、私シェーン、とても何もしませんでした。十分です。それでは選手や入場お願いします。もう世代交代なのかもな、俺も天の湯も。もう次の世代に委ねないといけねえのかもな。年を取るのは嫌なもんだな。はは。アニジェ。年を取って筋肉がつきにくくなったから嘆いてるのか。アニジェらしくない、筋肉がつかないならばい筋トレしてバイプロテインを飲めばいいじゃないか。筋肉がないと自信も持てないのか。やはりマッスルは世界の平和を守るラグ&ピースなんだな。言ってろアニジェ、10年の体に相性がいいプロテインを世界中から探してきマッスル。泣いてるマッスルアニジェなんて見たくない。俺、行ってくるよ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。
してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。